サオリリスは、日本の元 DJ、女性。鳥取県米子市出身。鳥取県ふるさと大使。ネットまたは、TV 番組の MC。雑誌のモデルやコラム。スナック経営。血液型大型。京都聖火大学非常勤講師。ミス ID2016 ファイナリスト。2007年より、元祖コスプレアニッソン DJ を受賞し。 アニソンクラブ業界で大阪を中心に活動。2013年10月、かつての所属事務所、アリエンターテイメントから離れフリーランスとなったことを機に東京に活動拠点を移す。2015年の3月に DJ 活動を終了。2016年4月29日に第一子の女の子を出産。なし崩し的に夫である通称ゲゲが、 婚姻届を出し5月23日に結婚。出生は鳥取県米子市。家族構成は母親、父親祭の離れた弟が二人。高校時代は隣の市の高校駅舎で通学。学校をサボって神戸や大阪までライブに行っていた。ハイスタンダード、ブラフマン、ゴーイングステディ、ゆずを自転車こぎながら熱唱。魔法の アイランドというミニブログで豪華有名人との妄想対談日記をつけ始め、不助手的要素が開花するきっかけとなった。大学へは進学せず、高校卒業後は、広島へ一人暮らしを始め写真屋に就職するも1年くらいで、仕事を辞め、広島から大阪へ移る。京橋で一人暮らしをしている時に移になる。後にリグマウトアートダイナーへ、カフェ店員としてアルバイト。 そのディグマウトの忘年会の催しとして、アヤナ・ミレイのコスプレをしたとき、その場にいたアニソンイベントのオーガナイザーがそれを見て、DJ をやりませんかと誘われアニソン DJ を始める。以後、サオリリスとして元祖アニソンコスプレ DJ として、シーンを引率する傍ら、ギャラクシー、カジカジといったファッション紙面のモデルなども多数務める。サブカルや、 アイドルなどへの造形も深く、SPA や、カジカジなどでも、紙面の特集に多数関わっており、自身も、モデルなど兼任。ポッピッポーマトリオシカカラフルメロディ、初音ミクの消失デッドエンドから、紺色病棟合言葉、ボーナストラック、サオリリス歌ってみた、初音ミクノンストップミックス毎月第1金曜23時23時30分。 tp と放送毎週火曜25時25時30分、MC、サオリリスから学べコスプレ美人アニソン DJ ハット https コロンスラッシュスラッシュツイッタードットコムスラッシュ SAOLILITH スラッシュステータススラッシュ7 3 4 6 6 2 5 0 9 8 6 1 2 9 8 1七7 7ラング、イコール JA? ありがとうございます。